こんにちは、ゆりです。今日はアメリカでの給料交渉についてお話ししたいと思います。私はアメリカの金融業界で20年間働いてきました。最初は留学生としてアメリカにやってきて、現地採用されて、そこからコンサルティング会社、銀行、今はフィンテックといろんなところで給与交渉をしてきました。そして私自身もマネージャーとしていろんな人から給与交渉を打診されました。その経験をもとに、この動画は今からアメリカで就職活動を していきたいと思っている方、そしてもうすでにアメリカで働いていて給料を上げていきたいと思っている方のために作っています。動画の内容としては、交渉のタイミング、交渉の方法、そして交渉決裂の際にどうすればいいかといったことをお話ししていきます。まず給料を上げるために大事なことが2つありまして、1つはタイミング、それからもう1つは自分の貢献度を数字に表せることの2つです。アメリカは労働市場が流動化していて、転職が結構行われているので、最も簡単に給料を上げる方法は転職をすることです。その転職をした際に、まず給料どれくらい欲しいかっていうことをもう最初に聞かれます。で、その給料のレンジがあまりにもそのポジションとかけ離れているときは、低いときはいいんですけれども、あまりにも高すぎるときは、ちょっとこの人はこの仕事に合わないなっていう感じで振り落とされることもあります。初期の段階では給料をどれくらい欲しいか言いたくないけれども、もうちょっと後になってから交渉したいっていう人も来るんですけれども、その場合ちょっと私たち採用側からすると面接の時間などが無駄になってしまうので、できるだけ数値で自分の欲しい額を表した方がいいと思います。例えば新卒で働く時なんかに、その平均的な額を調べるためにGlassdoorというオンラインのサイトがあります。そこで従業員が実際に自分はこれくらいもらってますって匿名で書いてたりするので、サンプル数が多い場合はポジションごとに分かれているので、大体の目安をそこでつかむのがいいかと思います。 Glassdoor の数字を見るときに大事なのが、基本的にオペレーション、例えばコールセンターですとか顧客と直接やり取りする部署ですね、はバックオフィスよりも給料が安めになりますので、というのはそのオペレーションズは時給で働くところが多いので、平均の数字に入っている可能性があります。なので、そこら辺をちょっと注意して自分の給料がこれくらいなのかなっていう大体の目安を見た方がいいです。あとは人に聞くことですね。でも人になんか直接給料聞くんじゃなくって、例えば今留学している方でしたら、卒業生ネットワークの中からその業界で働いている人を探して、新卒で大体どれくらいの給料をもらえると思いますか、どれくらい交渉したらいいですかっていうようなことを聞くのがいいと思います。すでに働いている方の場合は、1年に1回ぐらいパフォーマンスレビューの期間っていうのがあると思うんですけれども、例えば私が知っているパターンとしては、1月から12月までのパフォーマンスを12月末にレビューして、その結果1月か2月か3月にボーナスが渡されたり給料が上がったりするっていう感じなんですね。で、その場合は私の個人的な意見では、12月にパフォーマンスレビューの時に交渉するんじゃなくて、9月10月あたりで交渉した方がいいと思います。っていうのはですね、もう12月で自分のパフォーマンスレビューを渡された時には、もうすでに各部署にこのレーティングで行きますっていう話が回っていて、予算がもうすでについてて、この人は来年はこれくらい上げますっていう、もうその数字と一緒に渡されたりする時が多いので、もう一回数字を決められてしまうと、そこから自分で交渉していくっていうのはちょっと難易度が上がります。なので、まだマネージャーが完全に数字を決めてない状況で話を持っていくのがいいと思います。それでですね、タイミング別に交渉のポイントをお話ししたいと思います。まず新卒の場合、どうやって交渉するかっていう話なんですけれども、これはだいたい先ほど述べましたように、大体の平均値を調べてこれくらい欲しいですって最初に言った方がいいと思います。それで向こうから何か提示額が来たら、それにちょっと上乗せする、10% くらいですかね、上乗せしてこれくらいもらえませんかってダメ元で聞いてみるといいと思います。新卒でも人によって給料が違うので、それで最初に入った給料によって、それから
そこからベースになってどんどん上がっていくので、できるだけ、自分が満足するような給料を得られるよう、まあ、ダメ元で言うのはただですので言ってみるといいと思います。例えば私が初めてコンサルティング会社で働き出した時に、自分の給料はもういいねでそのままもらったんですけども、全く同じ時期に入った、同じ学歴の人が、私は1年5000ドル多くもらっていて、すごく嫌だった思いがあります。1年5000ドルって全然大した額の違いではないんですけれども、なんかすごい腹が立って、それでボスになんか理由を聞きに行ったら、まあ、彼は、大学院の前に職務経験があるからとかいろいろ言われたんですけれども、まあ、この話の教訓としては、まず、同僚同士で給料の話は絶対しないっていうことですね。これ給料の話をしていい思いをした人っていうのはもう少数派なんで、絶対しない方がいいですね。それから仮に同僚の給料が高かった場合でも、それはもう自分の交渉ミスなので、次の交渉に生かすっていうことを考えましょう。もうすでに働いていて次に転職するときに交渉するポイントとしては、今の給料の10-20%ぐらい上乗せして交渉すればいいんじゃないかなと思います。具体的な交渉方法についてお話しします。これはもう新卒でも中途の転職でも今いる会社での給与交渉でも全部同じなんですけれども、具体的に欲しい数字をちゃんと準備してから行くってことですね。その、まあ、とりあえず話をしてみて、マネージャーの様子を見て決めるんじゃなくて、例えば自分が今よりも 5% 欲しいとか 10% 欲しいとか、もうそういうふうな数字を決めていって、ここまでなら妥協できるっていう線を決めておくことですね。で、交渉の基本は自分が欲しい額よりちょっと多めに言う、そして向こうがちょっと下げれるような幅を与えてあげるっていうのが大事ですね。ですので 5% 欲しいと思っている場合でしたら、まあ、7% とかちょっと多めに言ってみた方がいいと思います。それから給料を上げてほしいという時に、まあ、様々な事情があると思うんですね。例えば子供ができたですとか、結婚したですとか、そういう個人的な事情があって給料を上げてほしいなって思う時もすごいあると思うんですけれども、個人的な事情は一切言わない方がいいです。何を言うかというと、自分がどれだけ貢献しているか、どれだけ貢献できるかっていうことにフォーカスして給与交渉をしていくのがいいですね。私が昔若い時にガンガン給料を上げていこうと思ってやってたことがあるので、ちょっとお伝えしたいと思います。それは、Excel で自分のプロジェクト終わるごとにログを作っていました。それでそのプロジェクトにどれくらいの期間がかかって、自分はどのような貢献をして、顧客に対してどのような利益を与えられたかっていうことをきっちりこう細かく数字にして書いていました。それでそれをまあ3ヶ月ごととかに見直して整理して、まあ、例えば12月までのパフォーマンスレビューで翌月の給料が決まるみたいな時でしたら、その3ヶ月前ぐらいにそのリストをちゃんとボスに見せて、私は今年はこれだけの貢献をしたから来年はこれくらいくださいっていうような交渉をしていました。これは給料交渉だけじゃなくて昇進の交渉なんかにも使えます。なんで数字で出すのがいいかというと、もうマネージャーからしたら、例えばたくさん部下がいるときに、もう自分の頭の中ではランク付けが決まってるんですけれども、そこでなんか自分からこうアピールしてくれて、しかも自分の実績をちゃんと整理して分かってて、これくらい欲しいっていう風に交渉してくれる人が来たら、この人はなんかすごいゴーゲラーだなと思って、積極的に自分のキャリアを作っていきたいんだなと思って、なんかこう助けたくなるというか、そういうまあ心理的な、効果もあるので、一度試してみてください。新卒ですとか転職の際に給料で交渉しきれない場合、その交渉が決裂した場合ですね、例えば自分が、まあ、700万欲しいと思ってて600万しかくれない時だったら、ちょっと他のことを交渉する余地がありますよね。でも例えば自分が700万で相手が500万しかくれなかったら、もうその時は他の仕事を取れる可能性があるんだったら、まあ、辞めるとか、それまあ先ほどの最低ラインの話なんですけれども、そこでも最低ラインを、例えば自分の最低ラインは600万で、相手に
言ったことは700万だとしますよね。で、相手が600万まで下げてきたら、そこからさらに別のことで交渉する方法もあります。例えばですね、給料以外の福利厚生的なことですね。スタートアップなんかですとストックオプション交渉できます。それから自分のタイトルですね、まあ、これ新卒でできるかどうかわからないんですけれども、まあ、中途採用でしたら、例えばマネージャーっていう職種で応募されてて、マネージャーにオファーが来た時に、給料でちょっと100万ぐらい低いからシニアマネージャーっていうタイトルくださいって言ったら、それが受け入れられることもあります。ダメな場合もありますけど、まあこれも全部言うだけただなんで、自分が欲しいものは全てこう言った方がいいと思います。新しい会社に入る時にはあまりやらない方がいいと思いますけど、もうすでに入ってる会社で給与交渉しようとして、で自分の満足いくような給料が得られなかった場合の交渉のオプションとして、例えばフレキシビリティとか自分の働く時間帯ですとかテレコミュートとか、給料以外で自分が満足できるような着地点を探していくっていうこともできると思います。あとは学校に行きたいから学費払ってくださいですとかね、そういうことも交渉できる余地があると思いますので、ちょっといろいろご自身の会社のベネフィットとかを見ながら、何を交渉できるか何が交渉できないかちょっと考えてみるのもいいと思います。交渉するときにちょっと日本人的な、私最初そうだったんですけど、日本人的な考え方で、なんか自分の欲しいものとかをはっきり言うのはダメなのかなと思ってたんですね。例えばすごく苦労して最初コンサルティング会社に入ったんですけども、その時もものすごく就職活動を難航してて、もう最後にオファー出してくれた時に、もうここで交渉してなんか嫌なやつだと思われたらオファー取り消されるんじゃないかとか、すごい不安だったんですけれども、まあ、それは考えなくていいと思います。というのは、候補者にオファーを出す時点で私はこの人が欲しいっていう、もう会社として決めてるので、そこでちょっとぐらい交渉したからといってその人の印象が悪くなることはないし、逆になんか交渉しないでそのままいいねを受け入れる方が、この人本当にこれでいいのかなみたいに思われたりする時もあります。まあ、それは場合によりけりなので、ご自身のコンフォートゾーンで交渉することをお勧めします。それで最後になるんですけれども、給与交渉全然悪いことじゃないんですけど、始めたばかりの仕事で給与交渉っていうのはあんまり良くないと思います。例えば始めてまだ 2,3 ヶ月しか経ってないのに、たまにいるんですね。まあその同僚同士で給料の話してて自分の方が低かったとか、まあ、私もそういうことがあったんですけれども、そういうことを話し合って自分の方が給料低かったから上げてくれとかいうのは、もう自分の貢献度を最初に数字にできるまではやめた方がいいと思います。ですので、まあ、最低6ヶ月、まあ、大体1年ぐらいですね、いてからやった方がいいと思います。こんな感じで今日はアメリカでの給与交渉についてお話ししてきました。自分の経験をもとにお話ししたので、また別の経験をされた方がいらっしゃると思いますので、そういう方はできればコメント欄にご自分の経験を書いていただけると嬉しいです。ではこの動画が参考になったという方はぜひチャンネル登録お願いします。では本日もお付き合いいただきどうもありがとうございました。